ちは。ゆっくりマリサです。霊夢です。今回は、中央大学の志願者数を紹介します。センター利用や後期日程を含めた、完全版になっています。それじゃあ、早速見ていこう。一時停止してみることをお勧めします。まずは、統一入試です。次は、一般入試です。次は、英語外部検定利用入試です。次は、センター試験利用入試併用方式です。次は、前期センター試験利用入試です。次は、後期センター試験利用入試です。中央大学の2020年志願者数は以上になります。他の大学の志願者数も公開しているので、ぜひご覧ください。以上です。いかがでしたでしょうか？この動画が、皆さんの助けになれば、とても、とても嬉しいです。大学受験チャンネルでは、受験に挑戦するすべての人を、全力で応援しています。このチャンネルでは、現役の予備高校士監修のもと、過去問の解説や、傾向と対策、受験期の過ごし方も解説しています。よろしければ、ぜひ、チャンネル登録をお願い申し上げます。それではご視聴、ありがとうございました。